全世界世界人類の皆様、アンニョンハセヨ。天神三丁目町内会でございます。この放送はウェーブテレビを通じて親不孝通りの魅力を全世界の皆様に発信しようと企画され、ちょうど今回で1周年を迎えました。ハムカハムニダ、ね、50回記念でもございます。いやー、1年間早かったですね。早かったです、本当に早かった。早かったけどいろんな思い出がありますけどね。あります。はい、本当に。まあそれはいいとして、はい、はい、私、はい、司会の町内会長こと番長でございます。アンニョンハセヨ。内畑博史です。ウッチーでございます。エロイダです。サンバダンサーのエロイダさんでございます。はい、今回1周年記念番組ということでですね、はい、はい、もうスペシャリーなとうとうゲストの方に来ていただきました。いや、見てわかると思いますね。はい、はい、深町健次郎様でございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いやなかなか振ってくれんかったもんね。ちょっと止まってるやつ、そうかなと思いましたけど、ここまで来ましたね。はい、いやー、深町さんといえばもう福岡で重鎮ですか。とんでもございません。いい今やね、もう親不孝通りといえばもう吉永拓也くんみたいな、はい、感じですよ、ね。いや、もっとかしこまってしまいますね。ね、ね、深町さんは、はいはい、もうこのテレビ歴ってもどれぐらいなのか、そうやってテレビ出る、もうだから四半世紀は超えてますよね。だからドームが始まった時に初めてテレビ出たということで言うと、あれ平成元年に多分始まってるんで、何年になりますんだ。え、28、28はテレビにもうおかげさまで、はい、じゃあここの太っちょ少年たちがまだ生まれてないぐらいそんな若いの、そんな若いの、ま、結構おっさんかなと思ったよ。もうそうです、25年、はい、でも彼が生まれる前から出てるね。すごい、そういうことですか。本当ですね。見てました、見てました、もうどうも出てましたよね。まだ中学校だった。中高で見てましたよ。高校生ぐらい見てました、見てましたね。あの最初の頃とか、はい、あのまあ衛星中継とか、はい、たまにするじゃないですか。はいはいはい。そう、親不孝通りと KBC を衛星中継したりとかしてたから。すごくないですか。どうも、すごい、どうも、の時、わざわざこのねケーブルでも入るぐらいの、はい、距離なのに、はい、あえてそれを一回宇宙に飛ばして、はい、つなぐみたいな。すげえ。そんなことをやったこともありましたね。長浜公園から、まさに長浜公園から。うんうん、へえ、うん。だからその平成元年の頃の親不孝通りはね、また華やかだったじゃないですか。華やかですね。その時代ですね。はあ、うん、はい、もう中学校2年生ぐらいの時に初めて親不孝通り来たんで、うん、早っ。だけどとりあえず平成もう5年ぐらい、え、4年3年か、もうそれぐらい、はあ、もうあれかな、ちょっとすさみ出したぐらいまだ生きてました。まだ早い。いや、僕はですね、うん、17、18ぐらいの時までは、うん、全然まだ親子通りは、はい、バレバリー。ああ、そうだったのかな。はい、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 まあ、2000年入ってからですね、はいはい、ちょっとこう、なんていうんですか、チーマーみたいな、うんうん、あれダメかな、あれでダメになるのかな、カラキャンですね、うん、ありましたね、はい、戻ってましたね、確かに。いろんな歴史がありますよね、親子通りね、考えてみたら。はい、確かに。ちなみにこの三ツ山ビルの2階のレコード屋さんによく来られる。そうです、もう僕はもうほんとずっとお世話になってるジュークレコードさん、まあ、これはまあいろいろ移転はしてるんですけどね、はい、この界隈をね、はい、そうなんですよ。もう福岡のミュージシャンだったら一度は必ずお世話になってる、有名ですよね、ここの、はい、あ、それで深町さんたまにここにおられるわけですね。そう、だからまあ某あの国営放送のテレビの収録の時もバッテリーあったじゃないですか、はい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 、ありました。その時もだからここの2階がちょっとロケ現場だったんです。すごい、ジュークレコード知ってるでしょ。知ってます。この間のテレビでとか、はいはい、で、あっち側になんかジューク、うん、えジョイント、え、何やったんですかね、ジュークジョイント、あのお店がありますね。あ、のそれ兄弟店ですけどね。あ、そうなんですね。大永やっぱやってるんですけど、はいはいはい、そのジュークレコードっていうのはやっぱりなんかね、そのやっぱちょっと変わってるんですよ。で、要するに、まあ、量販店っていっぱいね、タワーレコードさんとかあるじゃないですか、はい、で、そういう時代の前ぐらいからまあ福岡にまあ立ち上がって、はい、昔は個人のやっぱ営業するその、なんていうんだ、レコードショップって意外とあったんですよね、うん、で、その中の一軒だったんだけども、うん、あまりにも偏ってるんですよ、中身が。だから要はテレビでヒットしてるようなね、はい、洋楽、邦楽とかの CD とかレコードはもうほとんど置いてなくて、もっとマニアックなこうブルーズだったりとか、はい、まあ、60年代70年代の、まあ、イギリスとかアメリカのロックなとかソウル
とか、まあ、ジャズ、レゲエとか、はい、そんなレコード版ばっかりが置いてある、それは どこからこうかあの、うん、取り寄せるんですか、アメリカとかから、まあ、そういうのも多分直接弾いてたものもあっただろうし、いろんなところからね、やってたから。はもうそれは初代の方が今も運営されてる。もちろんです。もちろんです。あの背の高い、そう、松本さんっていうね。まあ、その方も有名な方なんですけども。はい、でもちょっとあの仮面ライダー2号の時に出てきたあの死神博士みたいな。それ黒いマントやってくれたから。か背が高いし、ね。背が高いですね。背してる。もともとはバスケットかなんかされてたみたいで。あ、そうなんですね。ちょっと外国人のようなね。そうですね。そんな風貌ですよ。初代の方がもうずーっとやってらっしゃるんですね。そうなんですよ。はい。本当中高生の頃からそこには刺激が言ってましたからね。今そういうのを供給できるお店はないんですか。うん、少なくなったと思うんですよ。あったんですね、まだ、うん、まだ、うん、あったりね、減りましたけど、まあ、かろうじてでもそういうなんか名残とか生き残ってる職の一つですよね。うん、なので親不孝通りの以前のこう記憶に非常に強く残ってるシーンをちょっとお聞きしたいんですけど、僕ね、めちゃくちゃ親不孝に関しては、はい、やっぱり歴史があるから、はい、詳しいですよ。ぜひちょっと、僕はもう70年代の後半がやっぱ一番その高校生の頃の青春で一番こう、はい、足しげくやっぱ通ってたんですけど、はいはいはい、その頃はね、はい、まあ、なんて言うんだろう、こう個人の経営するこうカフェだったり、はいはい、そういうこうなんだろう、レストランみたいなものがねぼちぼちでき始めた、はい、まだ、うん、でもね、はい、もう親不孝通りっていう名称はついていて、はい、で結構それ知られるところになったんですよ。これなぜならばね、あの当時博多小純情という漫画があの連載されてたんですよ。あの長谷川長谷川芳生さんの、はい、長谷川も随分ね、やっぱ博多を全国知らしめた漫画の、はい、もう かなり相当貢献高いと思うんですけど、はいはい、そこにやっぱ親不孝通りという紹介があったんですよ。で僕もそれまではまさかこの通りが親不孝通りって言われるかっては全然知らなくて、はい、でもものすごく秀逸な名前ですよね、絶妙な、はい、だって当時は、あの水木学園と芸術学館とかがね全盛期でしたから、まあ実際やっぱそういう、こう予備校生に通う、予備校に通う若い子たちがものすごくたくさんこう通ってるような、そういう町で、でもちろん天神はもうすでに栄えてたんだけども、いわゆるこう若者が作った町というのは一番最初じゃないですか、福岡で我々の通りは。そういう人たちがまあ新たに起こした町が親不孝通りだったんですよ。はぁ、じゃあそれがうちらのほら町内会でこう代々いろいろ回ってくるじゃないですか、書類資料みたいなのが過去の、うん、70年代のマップがあるんですよ。ああなるほど、はい、それあのテッシー村とか書いてあって、テッシーさんが全盛期、ね、あったあった、見た、見ましたでしょ、紙のやつですよね。あ、そう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 、あ、見た見た、うん、手書きで書いてある、うん、だから今でもちょっとだけ残ってるけど、晴れたり曇ったりとかな、そういう変わった店がある、はいはいはい、ああいうのがね割ともう点在してた時代があって、で僕もだからやっぱ音楽大好きだったし、はい、でやっぱそのなんだろう、もう高校生ぐらいでね喫茶店行くことはなんかちょっとしたこう、うん、ステータスというか、はい、ちょっと大人の階段をちょっと上るみたいなね、でその店に入るともう本当あのコーヒーの香りだったりとか、はい、あとこう焼いてるピラフの香りだったりとかさ、うん、でそこで流れているまあアナログ版のレコードだったりとか、刻まれてるもんね、はい、なるほど、でそういうねやっぱ行きたくなる店が結構あったんですよ、70年代、それはもう70年代の後半ぐらいかな、後半ぐらいですか。でそうこうしてるうちに、はい、あのもう伝説のライブハウスである80's Factory が長間公園の横にできたんですよ、うんうんうん、でこれが、まあ、まさに博多からこう明太ロックと言われてね、はい、もう80年代デビューした人たちがもう基本的にそこを拠点としてしていたぐらいの、はい、やっぱりすごい伝説のライブハウスがあって、はい、わずか2年ぐらいの経営だったみたいですけどね、それテッシーさんがやってたんですよ。あ、ほわー、そうなんだ、知らなかった、はい、そんな70年代後半のね、はい、親不孝通りはね、ものすごく魅力的な街だったんですよ、うん、だってもう、本当若い人たちが、もうある意味そこにしかいないぐらいな、はい、でちょっとこだわってるような人たちがね、はい、遊び行く場所はもとにかく親不孝通りで、うん、で、夜は夜でそのテッシーさんがすごい元気だから、はい、いろんな花ジャムとかね、はい、当時、あの出始めのちょっといざ面白い居酒屋みたいなものがいっぱいできてきて、はいはい、ドキンの居酒屋とかあったりとかね、ドキンですか、そう、もう靴を脱いで上がる、今だったらたまにね、こう、はいはい、そのあるじゃない、小上がりに靴箱置いてあるみたいな、あんなのまあ当時全くまだない時代に、へえ、そんなのがあったりね、へえ、夜は夜でなかなか面白かったんですよ、だから、へえ、楽しかったでしょうね、うん、ディスコぐらいの頃からですもんね、だからディスコができた時は本当びっくりしました、うわ、うん、こんな街になったんやっていうね、あ、そうなんですか、そう、前があるんですね、前が、そう、だから、ね、まだその冬の観光さんとかがね来る前の、はい、やっぱテッシー村の全盛の頃ですよ、
あの頃にまあやっぱりそのテッシーさんだけじゃなくていろんな人たちが、はあ、もうお店を出すんやったらもうヤフコ通りみたいなね。へー、まだその頃は逆にその大名とか、うん、もう全然何もないよな。でね、あの俺面白いのがその大学でもう一旦東京に行くんですよ、18は、はい、上京するから、はい、あの福岡の天神の状況とか疎くなるんだけど、はい、で夏休みで帰ってきた頃にね、はい、お前知っとうやって、はい、西通りがあるっつみたいなこと言われて、え、何や西通りってってみたいな、はいはい、そしたらそれが、まあ、親不孝通りからの延長線というか、あ、国体通りにまでつ、はいはいはい、これが西通りなんやっていうことで、うん、でもね俺今言いたいけど西通りがあるのはね絶対俺親不孝通りのおかげと思う。延長してそのまま、そう、親不孝通りがあんだけ一回もうピークを迎えたから、はい、これは天神としてはこの流れをね、うん、もうこのようにするにはもったいないからこう延長しようよということを多分街づくりの人は誰かが言い始めたんだと思うんですよ。はー、なるほどなるほどなるほど。だから多分西通りっていうのが多分今あるんですよね。はいはいはい、親不孝通りがあった上での、ルーツですね、親不孝。そうそう、でもやっぱり西通りって、うん、あんだけのこうメインストリートっていうか一応大きな通りじゃないですか、はい、であそこにやっぱりそういう若者たちがね、うん、じゃあ北手門出そうとかっていうのは多分家賃高かったと思うんですよ、はいはいはい、だから僕が思うには大名っていう町もそこから発生してきたというか、もともと古い商店街なんだけども、はいはい、でもきっとそういう若い人たちがまた新たにそういうところに目をつけ出して、うん、親不孝通りがだん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 やっぱできなくなったことをね、今度はその西の方にどん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 流れが動いていきたいんじゃないかなというのが僕の想像なんですけどね。いやでも分かる気がする。けどなんかこう親不孝通りが、うん、まあその元気なくして、うん、こうまあ向こうが栄えていった なんかそういうきっかけっていうか、なんかやっぱそういうさっき言ったような島みたいな、やっぱそういうのがだから随分後のことなんだろうけどね。だってもうもっとだからその冬の観光が来て、そうやってなんていうマリアクラブとかできて、どんどんクラブみたいなのがね、うんうんうん、できた時は多分一番もうまあ、ピークな頃だからね、はい、僕が知ってる70年代よりももっとさらに街が、ね、すごかったですよね、うん、人が歩けなかったですよね、うん、もうそのぐらいね、うん、人座り込んでるし、うん、やっぱもう堂本大福通りとするとですね、はい、なんかもう本当確かに青春の思い出みたいな感じありますね。ありますあります、うんうん、堂本で出てたから行きたくなったみたいなはいはいはい、はい、ありましたよね。だから平成元年からしばらくまだずっと勢いあったじゃないですか。ありました。だからすごいそこで勢いを失うこと自体がもう本当驚きでしたよね。あ、親不孝通りでさえちょっとそういう衰退することがあるのかというのがね。いや僕はあの、うん、思うのが、うん、なんかやっぱその親不孝通りって名前変えたじゃないですか。うんうん、あった。なんかやっぱ、うん、ああいうことすると、うん、こうなんか風水とかに影響するのかな。ああ、それもあるね。風水、うん。風水もあるし、いや、ありません。その文字に対して思い入れがないじゃないですか、うんうん、みんな。そう。ああ。うん。やっぱ昔の親子俺はもうそれであってほしかったなと思う。あ、まあ、まあ昔のまんまでね。そうですよね、うん、まあ意味がね変わってしまったったら分かるけどね。あ、そういう備考がもうね、はい、なくなったからね今やね、はい、結局なんか非行少年を、うん、まあ、その助長するというか、うん、親子という言葉が、うん、はいはいはい、まあ、だけどまあ言ってみれば博多の人のシャレみたいな、うん、そういった感じで初めみんな、うん、つけたと思うんですけど、親子通りっていうのはね、あれは富にする意味あったのかなと思って、だから結局富にしたところで変わらなかったの。逆にちょっと衰退してしまう、ね、むしろそうだもんね、はい、だから確かにそのあれはちょっと失敗したっていう可能性はあるよね、うん、インパクトあるもんね、やっぱ親不孝通りありますよね、一発で覚えるしね、うん、はい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 、はい、だって大阪でアメリカ村とかができる前からもう全国的にちょっと有名になったからね。あ、そうですか、親不孝通りの方がきっと、うん、今なんかこの親不孝通りっていうのは全国に11箇所あるらしいんですよ、うん、あ、そうなんですか。で、横浜とかもう親不孝通りって結構有名らしくて、それはでも何発祥はこのここですらしいよね、はい、ここから発信だから発祥してる。なるほど。だからコメントとか残りますよね、まあ、横浜みたいな、はい、横浜のことかと思った。あ、はい、よくあの銀座通りが全国どこでもあるみたいな、はいはいはい、そういう感じやろうね。はい、あ、いや本当そうだと思いますね、そうね、今もあの遊びに行く親不孝通りのお店とかございますか、うん、ありますよ、やっぱり何軒か。うん、どこに出没するか言ったりとかできるんですか。いや、言うとちょっとあ、すみません集中するとこ困りますもんね。でもやっぱ友達がいっぱいやってる店とかはね、あ、まあじゃあ一つ挙げるとそれするならば、はい、ベーシックベーシック、まあ、ベーシックあのロックバーとかもうあそこはね、はい、実はタイミングが良ければなかなかなね、ミュージシャンいますもんね。へぇ、出没してますよ。あ、そうなんですか。打ち上げとかのね、二次会とかの流れとかだったり。へぇ、もともと深町さんは、うん、なんか陣内孝則かなんかの、うん、なんかバンドかなんかの
そうなんです、もう陣内さんがもう大先輩で、僕も、まあ、ちょうど年は3つ違うから、はい、あの時代の博多のロックの縦社会っていうのはもう尋常じゃなくて、はい、もうちょっとでも先輩だったらもうすぐ大先輩だからね、気安く、はい、口も聞いてもらえない時代が結構長かったんだけど、はい、まあ、たまたま東京で、まあ、僕の兄貴の同級生がメンバーの一人だったので、はいはいはい、まあ、そういうのもあって、じゃあそのグッとこう距離が、東京でほら地元同士で出会うと、はい、お前博多やっていう感じで可愛がってもらえるじゃん、はいはいはい、でそれでまあ陣内さんからも随分可愛がってもらうようになって、でもロッカーズもね、結局まあ陣内さんが役者として成功することを考えると意外と活動期間が短くて、意外と短命で終わるんですよね、はい、でその解散したギターの人と僕が一緒にバンドを結成して、その後へえ、そういう活動してたというのはね、でね、もともとミュージシャンをこう目指してたって、もうやっぱ博多っ子だったし、まあ、先輩たちにね、はい、もうそうそうたる人たちがやっぱ大先輩がいっぱいいるじゃないですか、はい、だから調子乗るっていうかね、もう俺もちょっと頑張ったらこれいけるかみたいな甘かったけどね、簡単ではなかったけどそこから今度あのソラリアですね、はいはい、あのあそこのそうですね、イベントプロデューサーやってましたね、はい、まあ、その流れでそういうふうなことやる、まあ、だからでもね、全然だから僕は一回その音楽の意味は封印して、で東京から福岡に戻ってきた時に、はい、やっぱりこう、まあ、親父の病気とかもあったんですけどね、はい、その肩にならなきゃいけないじゃないですか、ちゃんとね、はい、音楽までやり続けたって親が納得しないから、はいはいはい、でもう地元の、まあ、はっきり言うとその西鉄旅行というね、はい、地元の旅行会社に就職をして、うん、しばらく2年間ぐらいはサラリーマンしてたんですよ。へえ、はい、おいくつぐらいの時に20だから4とか24ぐらい。ああ、そうなんですね。でその時にまあもともとやっぱ音楽大好きだったから、いろんなコンサートツアーとかを結構企画していて、はい、じゃあストーンズアメリカに見に行こうみたいなツアーだったりとか、ね、はいはいはい、でこっち側で大きなフェスがあったらそれを、まあ、集客して集めるような、でそういうことしてる時にたまたま地元のプロモーターの方とかと仲良くなって、はい、で実は今度ソラリアっていうのができると、はい、でそこではその地元出身のプロデューサーを募集してるから、はい、深町君に興味ないかって言われて、ああ、それはもし話だけでもね聞かせてもらえるんだったらお願いしますって言って、なんか話をしたらさ、はい、なんかだんだんとトントン拍子でこう白羽の矢が立って、そこからプロデューサーとして、まあね、抜擢していただいて、へ、でそれからまあ今があるみたいなところはありますけどね、正直、はあ、ドームにも抜擢された、ドームも立ち上げの時からってさっき言ったけど、もちろんその時はどういうふうなあれで、それはね、はい、だから結局、まあ、イベントプロデューサーやってたわけです、うん、はい、そうするとやっぱりそのドームっていう番組が、できると、で、まあ、地元の情報がいっぱい欲しいから、はい、でもまあブレになってくれって最初ね、はい、相談でプロデューサーが来られて、はい、でそしたら翌日にまたプロデューサーが電話かかってきて、はい、深町君やっぱ出ちゃうんかいなって言われて、いやいや俺はそんな番組とか出て喋ったりとか、はい、そんな仕事したことがないし、はい、もう無理ですよって言って店長にお断りしたら、うん、いや実はちゃんと進行の司会者はいるし、はい、でもう一人別に女の子のアシスタントもつけるから、はい、深町君はその番組で流れる VTR を見て、はい、あの好き勝手言ってくれればいいから、はい、まあ、今でいうコメンテーターのやつ、みたいなことを言われて、あ、番組ね、まあ、それでそのもうワンクール続けばいいかっていうぐらいなこと言われたから、はい、そんならちょっと経験上ね、一回お願いしてみましょうかっていうことで、すげえ、出たら何のことはない、今も続いてる感じですかね。僕10年ぐらいやりましたけどね、頭ね、はい、毎晩出てましたもんね。確かに毎晩出られてました。毎晩でしたもんね。毎晩見てました。見てましたよね。見てました。自分もあそこの犬鳴峠あるじゃないですか。はい、あそこにマネキンを持って行って、マネキンの首潰しちゃったんですよ。どうも、ね、やったそれ、めっちゃ覚えとう、それ。俺覚えとう、覚えとう。あれ自分たちだった。いらんことしよったね。マネキンあった。あったでしょ。転がってました。いやいや、マネキンなんかあそこ置いたらみんなビビるかなと思って。バラバラしたいからっつって。みんなでギャーギャー言った。大体これ夏にそういうこうくだらんちょっとね、幽霊的なこう企画あるじゃないですか。で行ったんですよ。だから確かにあった。あの頃花だったんですよね。そういうそういう番組っていうか、あったあった、福岡の、はい、そういう若い人たちもですね。じゃあどこ見てあれ俺たちぜーって言ってたんですか。言ったような記憶。いやだからこの辺結構面白かったよ。だからね、はい、ドームの時に一つ覚えてるのは、この前もその当時の初代プロデューサーと話をして盛り上がったんやけど、はい、KBC の前って公開空地があるじゃないですか、はい、広場みたいなの、はいはいはい、でそこで南野陽子ちゃんのなんかね、はい、そのライブをやるっつってことを番組の最初で言うわけですよ、はい、だからもし時間があるやつはね、はい、今からやるから来いと呼びかけてみたら、はい、ものすごい反響がすごくて、まあ要はあの頃ってまだほらその予備校生がいっぱいいたから、うんうん、はい、だからもう寝巻き姿とかね、はい、そんな感じでみんなぐわっと集まってきて、はい、であのあそこのね木とか割ってるじゃないですか、垣根とかあって、はい、ぐしゃぐしゃはもうあの横断歩道とかにももうほんと暗闇の人だかりで、はい、もう警察沙汰になるぐらいの人が
うわーって集まって、はい、そんなことなんかもね番組発信でやってたりしてたもんね。へえ、すごい。でもちろんさっきの衛星中継でね仲間公演したらもうほんと人がもううわーってしたりとか、はい、だから意外とそのあの当時のどうのどうヤフコー通りってのは意外と仲良く仲良くね、なんか通じてますね、通じて近かったしね、はい、うんうん、へえ、なんかおかしいな、そうそうそう、なんか来たコメント、あ、はい、あの家なき競技で配信をしてほしい今ね、今封鎖されてるんですよ、あそこ封鎖されます、弓道でしょ、弓道、そうです、この前あのナックルズの、はい、あのナックルズって雑誌があるんですけど、はいはい、あれの取材で行ったんですよ、あ、はい、いざ競技、いざ競技でもより通れなくなってる意味ではより怖い怖さは増してるかもしれない、はい、でその上になんか犬鳴き村があるってご存知ですか、あ、村、知ってます、知ってます、でそこに行くとなんかその釜とか持ってその追っかけてくるっていう話があってそれ本当ですか、いや都市伝説みたいな、いや上行ったら確かあったんですよ村、あれあれあれ行ったんですか、はい、上行で住んでるんや人、はい、へぇ、そしたらこうなんかこうカチッてこう電気がこうなんかセンターで光るパーンって光って光って相当びっくりしましたね、はい、はぁ、はい、女性が喋ってないっていう、あ、女性喋ってない、ごめんね、いや考えたらそうですよね、ココちゃん何も喋ってない、ココちゃんなんか中国から見てこう深町さん、はい、そう深町さん知ってる、知らんでしょ、まだ来て1年なんないもんね、うん、KBC テレビの、はい、コメンテーターでずっと出てた方なんです、はい、いやいや、ね、すごいです、ね、いや今さらそんなことない、そうか、いや全然すごくないですもうたまたまそういう仕事をしてるだけの、はい、人なんですけどね、テレビの方なんです、いやいや、はい、ね、すごい、もう福岡ではもうみんな知ってらっしゃる、そんなことないですよ、いや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 、特にね、あの最近思うのは、はい、高齢の方に、ご高齢の方に人気あるな深町さんって声かけられて、あ、誰かなと思ったら大体こうあの結構な お年を召された、ね、はい、おばさまだったりする、でも嬉しいんですけどね、だからそういう感じでね、深町さんってでもおいくつなんですか、すごい若く見えるんですけど、50いかないぐらいですよ、いや行ってますよ、だってもうそんなだって27年ぐらい行ってる、あ、そうか、逆算したらそうか、ね、え、あ、でも50いかれてるんですか、もちろんですよ、50、それはちょっと見えない、見えない、見えないよね、とんでもないです、まあ十分、53歳ですね、すげえ、見えないですよね、見えない、全然見えない、いやいやいや、そうなんですね、53歳って本当ですか、いや今分かったみたいな、嘘はつかない何のメリットもないもん、ちょっと若くいったところで、ココちゃんいくつだっけ、私、うん、私見たら、うん、多分30個くらいかな、うん、と思われると思います、うん、実は27です、うん、あ27歳なんだ、そのままはぁ、まあね、それぐらいかなと思うでも、まあ、それぐらいと今日この格好で歩いてきた、いいえあ、本当、うん、あ、コートを着て、はい、親不孝通りって分かりますか、あ、わかります、さっきやっちゃうと聞いたらなんか全然方向もわからないみたいな歴史は全然わかりません、ね、あ、歴史はね、はい、どうしてその名前ですか、あ、だからもともと予備校があったんですよ、いっぱい、あ、で、そういう人たちがいっぱい集まるところだから、うん、まあ、親不孝通りみたいな言われたきっかけはね、面白い名前だと思いますけど、ね、今じゃわかんないよね、きっとね、だから理由が、ね、みんなわかりません、うん、そう、まあ今まで分からずにずっと言ってたんだ。分かってるの前提かと思ってた。他の友達にいたら、うん、私は親不孝通りに行きました、うん、と、言いました、うん、その友達は、うん、どうして親不孝通りですか、うん、どうしてその名前ですか、うん、と聞かれたら、うん、私が、私も分かります。ちょっと中国でもね、うん、ちょっと親不孝通りを広めていただいて、うん、でもうあんまり時間もないんですけども、はい、深町さん今後の親不孝通りに対するこう期待とか今後の展望っていうか、うん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 、やっぱりね、はい、エンターテインメントでしょ、エンターテインメントして親不孝に求めるのは、はい、確かに確かに、でやっぱりその僕ももともとライブハウスがね、まあ、ここにあった、ここに出るのがやっぱり一つの夢だったし、うんうんうん、今でももちろんほらドラムロゴスとか、はい、今やっぱりそういうのが、はい、まあ、流れとしてあるじゃん、はいはい、でそれをもっともっとなんかね、うん、増やしていってほしいな、だからまた昔みたいなクラブみたいなのがまたね、はい、どんどんまた盛り上がってきても全然いいと思うし、うん、まあ現実に多分一番ライブハウスも多いエリアでしょ、多いと思います、そうですね、はい、ね、まあ一緒のことなんか映画館とかそういうのも、ね、もっと増えたらいいのよね、こっち、そうですね、なんやかんやね、劇場とか、はい、
いろいろ芝居ができる小屋だったりとか、そういうのってほらもう今展示の中心の方はどんどん、まあ、東京地方だなんだいっぱいさ、はい、家賃も高いし、はい、いろいろ実験ができないじゃないですか、はい、でももう今となっては親不孝ってもうちょっと衰退したのをいいきっかけにしてね、うん、またこう家賃を安くしてもらって、うん、またこれからちょっとチャレンジしたいような人たちがさ、はい、ここに来てなんか夢を掴んでいくような、はい、そういう場所であってほしい。そういう意味でも親不孝だったら全然いいじゃないですか。そうですよ ね、 確かに。いずれなんかそこに対してなんかね、うん、あれ持って頑張ってるっていう人は、うん、今親不孝してるかもしれんけど、うん、はい、いずれ俺は頑張るね、なんかことをなすぜぐらいな、あ、そういう街だったらいいなと思うけどな。そうですよね、うん、やっぱ何のかんねんってやっぱこう音楽の街ですからね、うん、確かに確かに親不孝通り、うん、はい、やっぱ若い人たちが、うん、まあ、ここでワイワイやらんとやっぱ親不孝通り元気にならないからね、ならないですね。で、あんみつ姫みたいなね、ああいうところってあるわけだし、そうね、なんかそのまた大名とかああいうブティックみたいなのとはまたちょっと違う、うん、もうなんかやっぱ特色で親不孝通りできないから、ね、うん、俺も一回やって失敗したんです。俺はこの前までお店あったんですよね。そうで、俺もついそのベーシック斜め前のところで、はい、あのダブルっていうね、ちょっとあの K-POP とか、はい、そういうパフォーマンスとしてもやるようなお店をね、はい、まあ、あるそのビルのオーナーから頼まれたから、はい、やってみたんですよ、はい、たらもうほら日韓関係がもうガチャガチャじゃないですか、あ、でそれでもダーってそこでもう廃れていってしまって、うん、でオーナーはちょっとアメリカに行ってしまったりとかして、はいはい、でさすが俺一人じゃこれもう無理やなと思って、はい、ちょっと手放してしまったんですけど、そういうのがちょっとあったりとかね、もなんとかしたかったんですよ、親子、うん、僕なりにやっぱ思いもあったしね、うん、ぜひなんかちょっと今後協力していただけると助かりますね、馬場。いや、本当はだからもう拓哉君頑張ってるから、はい、俺はもうそこについていって、はい、もうなんかやったもしできることがあればぜひちょっとね、うん、仕掛けよう、ね、サンバダンサーとして、そうですね、はい、やっぱり親子通りでサンバパレードじゃないですかね。したいですよね。親子とかさ、あの封鎖したらいいの。そうですよね。今からけどそれ可能になるかもしれないでしょ、はい、あの国際戦略トーク の、 あのいわゆる規制緩和ってそういうとこですよ。いや、それがね、ここ入ってないですよ。入ってなかった。入ってないです。ここ入ってないですよ。ここだけ入ってない。ひらめきとか大学とかね、そういうとこは。そうなんですよ。そうか。でもなんかいろいろ仕掛けられるよ、はい、だけど、そういうあれだったら多分できるかもしれない、うんうん、今警察になれば、うん、はい、やりたい。サンバ行けますよ。やりましょう、ぜひぜひぜひ。浅草散歩が始まるのも、はい、親子散歩が始まる週末だけでも。おもろいっすね、それ。いいですね。で、カルチャーとかそういうサブカルチャー的なとやっぱそうアンダーグラウンドから出てくるでしょ。はい、やっぱそうするとこういう場って絶対必要やもんね。絶対そうですね。うん、マジで。うん、あと長浜公園もですね、やっぱちょっとあの暗くてもうずっとあそこ人が集まれないようなこうあれしてるじゃないですか、うん、あれももっとオープンにしたらいいんだよね、うん、むしろパフォーマンスができるぐらいの場所にしたらいいんだよね、はい、あそこら辺がやっぱ明るくならんとやっぱ親子通りがですね、暗いイメージになってしまうんで、うん、あ、そんなのもちょっとお願いしておきますよ。はい、もう町内会長やし、ちょっと頑張らないですね。ちょっとやりたいですね、うん、本気で、うん、動くと思う。そうしたら本当に仕掛け、真剣に仕掛けてる人がいたら状況変わると思う。そうですね、絶対そう、うん、若者パワーを集結させて、この親子通りに、ね、はい、これからですね、うん、もっと親子通りにぎやかに、うん、ピンチがチャンスみたいな感じですね、ね、うん、ぜひ頑張りましょう。頑張ります、はいはい、まあ、ちょっと50回だし、もう1周年、2周年に向けて、はい、はい、またじゃあ1回目に呼んでください。よろしくお願いします。楽しみます。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。すごいエンディングやな。かなかエンディングやな。終わりますね。最後にですね、はい、私こうやりますんで、みんなでこれで終わります。はい、じゃあ今週も親不孝通りに面出せような。バイビー。